旧デザインの店舗株式会社西武園は、ベイシアグループで群馬県に本社を置く企業である。株式会社、ローソンのメガフランチャイジーである。かつては自社独自ブランドのコンビニエンスストア、西武園を展開するフランチャイザーで、最盛期には10県で600店舗以上の西武園店舗を展開していた。2016年よりローソンのメガフランチャイジーとなる。なお、株式会社ローソンとは資本提携は行われていない。旧西武園ブランド店舗を転換する形で、会社所在地の群馬県を筆頭に、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、栃木県、新潟県で、ローソン約400店舗を運営している。栃木県の転換までは、完全閉店店舗を差し引いた、転換予定店舗数を転換後初開店時に、プレスリリースで公表していたが、新潟、群馬県では、転換店舗数を公表していない。ローソン側の店舗検索でも株式会社西武園の店舗を区別することはできず、正確な転換店舗数は2018年8月31日現在では不明。旧西武園店舗は最盛期には関東、北陸、東北地方にて約600店舗展開していたが、2012年以降、県単位で順次撤退した。当初は株式会社ローソンへ、西武園各店舗の一切の権利を譲渡した上で、ローソン店舗に転換されていた。しかし、2016年以降は株式会社ローソンとメガフランチャイズ契約を締結、株式会社西武園運営のままローソン店舗へと転換されている。いい味見つけた陳列スペース当店で発売していた、オリジナル菓子シリーズとしていい味見つけたが存在した。群馬県以外の地域における西武園からローソンに転換された店舗は特段西武園の独特な特徴は見られず通常のローソン店舗との違いが見られない。ポイントカード、クレジットカード、電子マネーの対応状況も通常のローソンと同様。西武園では利用できなかったクオカードはローソンに転換してからは利用可能になった。群馬県内の店舗が一斉閉店になる。前日の2018年8月30日、伊勢崎緑町店及び前橋インター店において、西武園の特徴のうち、以下の3点について残すことを西武園とローソン連名で発表した。店名の後ろにのある店舗はローソンに転換された店舗。第三者出店広報資料、プレスリリースなど一次資料。ありがとうございます。